将棋将棋の先方拒否者矢倉矢倉三五歩、早仕掛け柳楽三五歩早仕掛けは、将棋の先方の一つ。相矢倉において24手組から先手が25手目に、三五歩とつく、積極的な作戦で、力戦長の将棋になりやすい。先手の三五歩には、一三筋の歩を手持ちにしに七九の角をさばいて、玉の入場ルートを開き三考一の三六二銀を、 据えられるようにする狙いがあり、かなり欲張った手であると言える。三五歩に対し同歩と応じれば同角として、先手の主張が通った形になる。以下、六四角にも四六角として問題はなく、先にある三条件を満たす素地が整い、先手が作戦価値を望める展開になる。後手としては三五歩とした瞬間に六四角とするのが、 よく刺される刺し方で、先手はこれに対し一八比と応じる一手である。先手は、飛車が使いづらくなるのは損だが、三筋の負を手持ちに、できるのは得であり、この損と得のどちらが大きいかを焦点とした難解な将棋となる。有力な作戦ながら実戦例は多くなく、二千六年度から二千十年度まで三十局中、先手の七勝十三敗と、 ほとんど勝っていない。また、スズメサシが、後手の有力な対策の一つである。そもそもは、後手の出方をじっくり待とうという森下システムに対して、いっそのこと先行体制をちらつかせていくぞと、脅し続けることで、逆に、先手の動きをじっと見極めようと復活を遂げた、後手スズメサシの基本コンセプトが、背景にある。図の後手陣はその例で、 次に九三甲から九二比で、後手は攻撃体制が整う。図の局面は先手が、矢倉早囲いで玉を入場させた局面で、先手としては、通常の駒組よりも手毒で囲えるが、早く攻撃体制を整えないと入場している分、相手のスズメ差し攻撃に対して早く影響が及ぼされる。後手も端に二手かけているので、先手の三五歩には、 自陣の過去よりも9参考とすることが多い。先手側は7九角のまま3五歩の交換ができれば、7九角6八角の一手を費やさずに稼働、動かせることができ、さらに一歩交換でき、相手より早く攻撃体制を築けて、イニチアチブを握ることができるというメリットもある。図からの進行例として、3五歩同歩同角9参考に、先手は3八飛。 または四六角の採用が多い。三八比は次に四六角から二八角五七銀、四六銀という高手順を見込んでいる。このように従来の、あらかじめ三七銀としてから三五歩同歩、同角に比べて、鈴目指しに対して、角を二八で使うこともあると匂わせることで、先手の作戦の幅が広くなっている。後手は三八比にはあらかじめ前述の手順を防いで、 六四角と出る一手である。以下四六角同角同歩五八角三九、比二五角なり五七金四三馬四七銀が一、例で、こうなると持ち角と自陣場の対抗となるが、後手の角が攻撃参加から除外され、橋の二手かけた攻撃体勢が甘くなっているのがわかる。ありがとうございます。